こと、春日がかつは、福岡県春日市出身で、佐渡が学部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、山田敬吾、愛称は敬吾。身長182センチメートル、体重150キログラム、血液型は B 型。得意種は、左四つ、より、投げ。趣味は、テレビゲーム。最高位は、東前頭7枚目。 2011年の大相撲やお帳問題にて引退勧告処分を受け引退した。春日市立すぐ小学校時代はソフトボールの選手であり、春日市立春日中学校時代は野球部のエースだった。中学卒業後佐渡が学部屋に入門し、1993年3月場所に初土俵を踏んだ。当時の嗜名は琴の山。 序の口時代は原安田大サーカスのヒロにも破れるなど、苦戦し、軽量なため幕下以下で長期にわたり低迷していた。しかしこと正義区、こと欧州といった弟弟,弟子に出世を追い越され、奮起し初土俵から11年8ヶ月経った2004年、11月場所に0両に昇進。この時の10両での勝ち越しは2005年5月場所の1回のみで、 肘の故障もあって2006年1月場所を最後に重量から陥落した。その後、しばらく幕下で低迷が続いたが、2007年には番付を回復し、5月場所では西幕下4枚目で5勝2敗であったが、東重量14枚目で7勝8敗の千代白宝との比較で重量復帰を見送られるという番付運の悪さに泣いた。しかし翌7月場所では、 東幕下筆頭で6勝1敗と大きく勝ち越し、重量復帰を果たした。その9月場所は10日目まで7勝3敗と、好調であったが11日目から3連敗したため、7勝3敗からの5連敗で負け越した新十両時の再現となるのではないかと危惧されたが、14日目に勝ち越しを決め、9勝6敗と14、場所ぶりに重量で勝ち越した。翌、 11月場所も8勝7敗と勝ち越した。2008年も好調は続き、5月場所にて、初土俵から所要91場所という史上2位の遅さで新入幕を果たした。しかし幕内の壁に跳ね返され4勝11敗に終わった、なおその場所は、同部屋の大関、こと欧州が初優勝を果たし、その際の優勝パレードの騎手を務めた。 2010年11月場所で14場所ぶりに幕内復帰9勝6敗で幕内初の勝ち越しを果たした。2011年の大相撲八百町問題では特別調査委員会によりことかすがが八尾町に関与したと認められた。4月1日、相撲協会の臨時理事会の結果引退勧告を受けた。4月4日、引退届を提出し受理された。 引退時の番付は2011年2月28日発表の順席による。八尾町問題、山本山ら4人も関与、調査員が認定2011年3月31日毎日、JP 八尾町関与23人に、原罰イコール理事3人も引席辞任から、相撲協会時事、ドットコム2011年4月1日、こと春平が引退届を提出。 大相撲 3K スポーツ2011年4月4日、ありがとうございます。